こんにちは、シーソー映画館の梶穂の子です。今回はですね、このメイン PC、これをですね、まあ今じゃないんですけどね、この後入れ替えていくんですけども、その前にですね、実はここにあります外付けのハードディスクですね。この2台が結構パンパンになってしまっています。ですんで、このハードディスクをまず大きい容量のに入れ替えていくんですね。ハードディスクが届きました。これですね、そしてもう1台、全部で3台届きました。ここが今 2TB 3台でレイドの5を組んでいます。これを 4TB 3台のレイド5に変更します。ですので、まあ、実際的に容量が倍になるという形ですね。で、こっちは、確か 250GB ぐらいのハードディスクが入っていたはずなんですけど、こっちのが、抜けますんで、こっち側に移します。で、こっちは2台で、レイドの1を組んでいます。要はミラーリングですね、ミラーリングを組んでいます。こっちは商品のデータが結構あるので、ちょっとなくなっちゃうところもあるので、ね、それぞれ組んであります。こっちは、写真のデータで、ここで、レイドの5を組んで、まあ1台壊れても大丈夫なようにしてあるのと、この他にまあクラウドに、保存もしてあったりしますので、一応、上場化はしてある形になりますけれどもね。で、新しいマシンになったらちょっとそこの自動化とかを考えてはいるんですけども、ひとまず、ハードディスクをね、変更するところから変えたいと思います。で、ただ、容量的に結構大きいっていうことがありますんで、いっぺんに全部やってしまうと、その写真がね、写真のデータが読めなくなるっていうちょっとめんどくさいことが起きますんで、ちょっとその辺はうまくやりながら、いきたいと思います。ではでは作業を開始したいと思います。今回使用したハードディスクは東芝製の DT02ABA400 という 4TB のハードディスクです。まず新しく買ったハードディスク3台のうちの1台に今のハードディスクのデータをコピーします。すでに使わなくなったハードディスクケースにハードディスクを取り付けて、サブ用のノート PC を使ってコピーしようと考えています。ノート PC には USB 3.0 のポートがあるので、USB 3.0 用のリピーターケーブルを使って接続します。ハードディスクの電源の付け替えとかが面倒なので、場所を動かさないようにしようという形のちょっとした横着ですが、ここでちょっと問題があります。実は以前から見受けられていたのですが、このリピーターケーブルとノート PC の相性が今一つよくありません。3.0 のポートだと認識されないということがたびたびあります。まあこのすで、に使わなくなっているハードディスクケースの方が USB 2.0 なので、どっちをどっちにつないでも最終的には 2.0 の速度しか出ないというのはあるんですけれどもね、とりあえず今、つなぎ替えたりしながら、確認の作業をしているところです。無事つながりました。この真っ赤なところですね、これがもう 50GB も残っていません。4TB のハードディスクはパーティションを半分に切っているので同じような形にしてコピーします。でですね、普通の Windows の機能でコピーするんですけれども、今残り時間を計算していますが、なんと残り時間22時間、転送速度も 15MB パーセコンドぐらいしか出ていないですね。いくらなんでもと思ってですね、家の中の見回していましたら、知人から引き取ってきてストレージだけを処分した Windows 7のマシンがあることに気がつきました。まあ、古いマシンなので SATA 2なんですけれども、それでもですね、やっぱり直接中の SATA につないでいますので、転送速度がですね、約 60MB セコンドぐらい出る転送速度ですからね、雲泥の差になります。残り時間もですね、ざっと計算してですね、最終的には落ち着いたところでですね、8時間半ぐらい。これだったらまだね、寝てる間に終わるんで許容できる範囲かと思います。データをコピーした後に、ハードディスクケースのですね、長年溜まったホコリを吹き飛ばしました。また、一旦コピーして繋いだ 4TB のハードディスクは新たに組み込んでしまうハードディスクなので、先にここから取り出した 2TB のハードディスク2台にそれぞれパーティション分を再コピーしています。では新しいハードディスクを組み込んでいきましょう。今更ですが使っているハードケースはロジテックのものです。4台まで入るのですが、私は3台で
レイドの5を組んでいます。新しいハードディスクに、取り外し用の金具をつけていきます。このペコペコってやつですね。そしてハードディスクに番号用のシールがあるんですが、これをね、外して再利用しようと思ったんです。今ね、なんとか剥がそうと思ってるんですが、まあ失敗ですね。仕方がないです。なので、ラベルシールでですね、新たに作りました。今ちょうど印刷しているとこですね。はい、印刷できました。それを貼り付けてですね、順番にケースに収めていきます。ハードディスクの組み込みが終わったら、いつものですね、場所に戻して電源と USB ケーブルをそれぞれ接続します。ここからはメインのパソコンとの接続での作業になります。サイドパネルを開けて、SATA ポートの空きとね、それから電源の余りを引っ張り出してですね、データをコピーしてあったハードディスクを直接接続します。ケースのモードは RAID 5モードのままになっているはずですが、念のため改めて RAID 5のモードを設定します。RAID 5のランプが点滅して準備ができるとですね、電源が切れます。はい、切れました。これで改めて電源を入れて RAID 5のランプが点灯になっていればモードはきちんと設定されたということになります。その後パーティション分割やフォーマットの様子はまあ割愛しますけれども、データを戻すという作業になります。で、何かね、 Windows の標準の機能より早くコピーできるソフトはないかなと思って探していたらですね、この画面に出ているファストコピーというソフトを見つけました。まあ、いろいろと多機能なようなんですけれども、 Windows のね、標準のコピー機能よりは早いような感じがします。約1テラ分のデータですけれども、ここで見てると3時間半ぐらい。とはいえ、元のコピーに使った Windows 7のマシンはですね、インターフェースが SATA の2、これは SATA の3になりますんで、まあ、単純な比較ができないというのはありますけれどもね。さて、上段のハードディスクが終わったので、今度は下段の方ですね、こちらのハードディスクの交換になります。使っているケースはセンチュリーのものになります。まず、この中をね、データをメイン PC のハードディスクの空きのところに移しました。で、古いハードディスクを取り外してみるとですね、なんと2008年7月の製造です。どちらも日立のものなんですけれども、もう12年以上前、おそらくこのまま非常用の予備機として保存されると思うんですけれどもね。では、新しいハードディスクをですね、組み込んでいきます。これは、新品を買ったんではなくてですね、もともと後ろの方に入っていた RAID 5を組んでいた、ハードディスクになります。今ですね、ケースに表裏、間違えて差し込みそうなところですね。はい。ケースの組み込みはこれで完了になります。電源を入れるとですね、一時的にリビルドのランプがつくんですけれども、これが消えれば設定は OK という形になります。はい、消えましたね。組み込みが終わりましたので、フォーマット等をして、あとは先ほどのファストコピーを使ってデータを戻していきます。
最後にですね、新しくしたハードディスクのベンチマークをちょっと取ってみました。まあ定番のクリスタルディスクマークですけれども、3.1 ではなく 3.0 の外付けで、それぞれレイドの5、それから1を組んでいる状況としては、決して悪くないかなと思います。まあハードディスクなので、ランダムの値は低いですけれども、まあ基本的には保存庫なので、さほど転送速度をね、必要としているわけではないです。というわけで、今回は外付けハードディスク2台の交換作業でした。